面接では初めの質問として自己紹介をしてくださいと言われるでしょう。面接官は応募者の第一印象、コミュニケーション能力、職務経験の概略、あなたの経験がその会社で活かせるものなのかどうか自己紹介から判断します。またあなたの表情や語調から他の社員と業務を円滑に行えるかという性格や相性もチェックします。まずは最初に自分の名前を名乗り、その会社で活かせるあなた自身の職務経験または人生経験を簡単に語ることがポイントです。最後に本日はどうぞよろしくお願いいたしますと言うと良いでしょう。ではまずは自己紹介をしてください。はじめまして、私はベトナムから生まれた原理と申します。私は日本でお金を稼ぎたいです。できれば日本人と結婚して玉のお越しになりたいです。ではまず自己紹介の方です。はじめまして、台湾から来たマリリュウと申します。私はこれまで自分で目標を決めたらそれを達成するためにさまざまな努力をしてきました。日本で働くために英語や日本語を学んで資格も取りました。今後未経験のことも勉強して身につけていく自信があります。国際的なイベントを開催しているオンサーで英語や日本語力を生かして積極的にあなたのことを吸収しながら会社に貢献していきたいと思っています。本日はどうぞよろしく